皆さんこんにちは。フジテレビ新人アナウンサーの長内玲奈です。ということでということでということで今回のゲームなんですけれども、早速紹介したいんですけども、はい、じゃあまずタイトルの紹介からいいですか。はい、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった波乱を呼ぶ海賊でーす。何？なんかすごい。このポストはちょっと私がやりたいなっていうので、ちょっと今回持ってきたんですけど。変わる場所。私が実況する？うん、私が実況しよう。でこれ限定版なんだけど、うん、中身に中にソフト開けてみて。開けちゃっていいんですか？どうぞどうぞ。開けて、わあ！まずソフト。かわいい。パッケージがカタリナ。そう。と王子様ですか？これは。王子様。であと、うんうん、なんだっけ、ミュージックなんだっけ、なんていうんだっけ、そういう CD。あ、ボイス、あ、サウンド、サントラか。そうそう、サントラ。とイラスト集みたいな。特典小冊子。ちょっと数ページ。ペラ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 。ああ。という感じです。男の子の紹介、あ、そうそうそう、女の子の紹介も、登場人物の紹介が多分あるのかな。面白。しかもカラーだからね、すごいね、めっちゃ綺麗っていうことなんですけど、すごいすごい、ほら、そうそうそう、もともとこれラノベなのよ。あ、そう、ラノベなのか。ラノベでアニメをちょっと前、夏ぐらいかな、うんうん、に2期をやってた。やってましたね。そう、うんうんうん、でその前からやっ ったんだけど、もうアニメが、うん、私これ好きすぎて、面白いのよ。面白いし、うん、もう何よりこの王子様がかっこいいのよ。うん、もうえ、それはあのこの王子様ってこと？その王子様かっこいいし、2人のが一応悪役っていう話なんだけど、でも結局悪役なんだけど。うん、なんていうんだろう、なんかその、もともとはその乙女ゲームの中の悪役役だったんだけど、うんうんうん、結局なんかなんだかんだでみんなに好かれて、はぁ、そうそう、もうカタリナを取り合うみたいなやつなのよ。やばいよね。やばいんだ。そう、これさ、映画もやるよね。え、それは知らない。嘘、映画化決定しなかった？絶対見ます。あれ、違ったかな。はい、じゃあちょっとレイカの紹介、紹介というか説明も交えながらやっていきます。やっていきましょう。はい、本作品、本作は小説コミック、テレビアニメーション乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったの別の時間軸を描いたイフストーリーです。なるほどね、イフストーリーなんだ。そうです。へえ、気になる。おお、あれ、気がつくと私はとある部屋にいた。薄いピンクの壁に黒いテーブル、パイプベッドには水色カバー、ベッドの上には青いクッション。懐かしいあっちゃんの部屋だ。あっちゃん、あっちゃんは多分友達かな。友達、前世の頃はよく遊びに行ったな。ふとしばらく聞くことがなかった、なんだか懐かしいとも思える音が聞こえてくる。手元を見ると私の手が昔よく利用した通販サイトの包装を開けているところだった。私の手、よくよく見るとどうにも自分の手と違う気がする。内心首をかしげていると、その手が包装の中から本を取り出した。ようやく届いた。あっちゃん、この声ってまさか、あっちゃん、私あっちゃんになった夢を見てるの？あっちゃんの背後にいるとか同じ空間にいるというのとは違う、あっちゃんの中に入ったという感じだ。というかあっちゃんが持ってるのってなんか見覚えのある絵だけど、まさか。お、フォーチュンラバー公式ビジュアルファンブック、夢色のロマンス。これは、そう、このゲームの中にもともと転生しちゃったっていう話。あ、なるほどなるほど、乙女ゲーム、うわいいな、そんなん出てたんだ。ビジュアルファンブックってことは前にゲームで見たあのイベント CG とかが載ってるのかな。オタクなの。そうそうそう、マリアが落としたマフィンを食べるジオルドの CG とか。え、でそうそう、あっちゃん、私無事破滅フラグを回避したよ。やっぱりジオルド王子のこの腹黒ドエスの表情差分最高だな。特にゲーム終盤だとこの
笑顔が絶妙に変化してくんだよね。うん、何言ってるか全然わからん。あっちゃんの体なので自分の意思で声を出せないのは仕方ない。でもせめて夢ならあっちゃんと話してたかったな。公式ファンブックだって読んでみたいし。あー、あっちゃん、また私そのページ読めてない。私の声なき悲鳴が聞こえるはずもなく、あっちゃんが無情にもページをめくっていく。やがて随分と見慣れた顔が目に飛び込んできた。あー、出た。あっ、カタリナの表情差分ってやけに多いんだよね。スタッフに逆に気に入られてそうだな。出た、カタリナ・クラエス。フォーチュンラバーの悪役令嬢カタリナ・クラエス。ありとあらゆる手で主人公マリアに犯罪まがいの嫌がらせをした結果、大抵のエンドで殺されるか国外追放されるけど、やば。そして平平凡凡だった女子高生の私が転生した今世での姿、つまり私自身なのだ。転生ね、エンドリストまで載ってる。すごい、国外追放、身分剥奪、魔法で死ぬ、剣で殺される。すごいな、本当に長かった。でももう破滅とはおさらばよ。ようやくゲームのエンディングのタイミング、魔法学園2年生の卒業式を迎えられたのだから。そう、8歳の時に頭を打って前世の記憶を取り戻した私、カタリナ・クラエスは破滅エンドを迎えないためにこれまでそれはもう必死に力を尽くしたのだ。わー、かっこいい。1人目の破滅フラグとなる攻略対象、ジオルド・スピアート。まあ、かっこいいね。第三王子である彼が主人公と恋をすると、カタリナはハッピーエンドで国外追放、バッドエンドでは剣で殺される。うん、今では仲のいい幼馴染だけれど、どこでバッドエンドを迎えるかずっとハラハラしていたものだ。だからいざっていう時にひるませるためにジオルドの弱点である蛇のおもちゃ作りを頑張ったのよね。ねえ、キースクライス、はい、来ました。この人もいいんですかね。クライス家の養子として引き取られた可愛い義理の弟。そうそうそう、キースが主人公と恋をしてエンドを迎えると、カタリナはやっぱり国外追放か魔法で殺される。なんで？ゲームとは違っていい子に育ったので、今の私とキースはとても仲のいい。へえ。3人目の攻略対象、アラン・スティアート。かっこいいじゃん。ジオルドの双子の弟で第四王子である彼はカタリナの破滅には関わってこない。アランのルートでのライバルキャラはメアリ半島公爵令嬢。でもメアリはカタリナと違って破滅しない素敵なライバル令嬢なのよね。かわいい。私もいつも助けてもらってるし、メアリはすごくいい子だから破滅しないのも納得だけれど、ちなみに今世ではゲームでは接点もなかったはずのアランとも仲良しになったし、メアリは私の幼馴染で大切な親友だ。いいじゃん。そして4人目の攻略対象、ニコル・アスカルト。かっこいいじゃんこれ。あ、かわいい。ニコルの妹ソフィアだ。声もかわいいんだよこの。あ、そうなの、聞きたい。と言っても前世で私はニコルを攻略してないから全部あっちゃんのネタバレ情報なんだけどね。本当に破滅しなくてよかった。子供の頃土の魔力を伸ばすために始めた畑仕事をどれだけやっても私の魔力はほとんど伸びなかった。とはいえ代わりに畑仕事の面白さに目覚めたので、国外追放された時にも農家として生きていけるよう必死に農業の勉強に励んだものだ。でももうその心配すら必要なくなった。破滅を回避。あら、マリア、彼女は乙女ゲームの主人公らしくすごくいい子で、攻略キャラが恋するのも納得のものすごい美少女だ。誰とくっついたんだろうこの子は。あら、友情エンド。ライバルキャラのカタリナは破滅せずに済んだけれど、うわあ、採用が見送られた。悪役令嬢カタリナの破滅的落ち。一体どういうこと？採用が見送られた破滅ってなんだ。慌ててあっちゃんが開いているページを凝視する。ゲームでは描かれなかった国外追放でカタリナが乗せられた移送中の船が海賊の襲撃にあって沈むエピソード。国外追放だけでもひどすぎるのに移送中の船が沈む？恐ろしいことに、その移送中の船のデザインラフやら海賊のキャララフまで詳細に設定が練られている。どういうことなの？海賊の襲撃にあって船が沈むか。ちょっと見てみたかったな。あっちゃんまで。こんなに設定が練られてるのに裏入りなんて当時はもったいないって思っただろうな。裏入り？
あ、そうだった。これは採用が見送られた破滅落ちだった。よかった、採用されなくて。というか、ゲームはエンドを迎えたしね。つまりこれからどんな破滅エンドの情報が来てもすでに回避済み、今後は一切何のフラグも心配しなくていいはずだ。何？お、お、どなた？どなたですか？お、はい、あ、出た！来ました、ソフィアちゃん。ソフィアちゃん、目を開けると私を心配そうに見ているソフィアの姿があった。そこでようやく私は学園の中庭のベンチでうたた寝をしていたことに気がついた。懐かしかったし、どうせならもう少しだけ夢を見ていたかったような気もするけど、最後にあっちゃんが何か言っていたことがなんとなく気にかかった。かわいい。大丈夫ですか？気持ちよくてうたた寝していただけよ。フルボイス。それよりどうしてここにソフィアが？私も今日家に帰りますので、学園を出る前にカタリナ様にご挨拶をと思ってお部屋を訪ねたのですが、いらっしゃらなかったので探していたんです。しばらくお会いできなくなりますから。学園が春休みに入ったからだ。春休みは各々実家に帰省する学生が多く、ジオルド、アラン、メアリー、マリアも予定があるらしく、初日から帰省していた。ソフィアも今日帰るのね。探させちゃってごめんなさい。あ、いいえ、謝られるようなことではないですわ。攻略したい。可愛らしいわ。カタリナ様はキース様と明日お帰りになられるのですよね。ええ、そのつもりよ。本当は私も、初日から帰省する予定だったけれど、春休み直前に連絡が来て予定が繰り下がった。迎えの馬車が壊れちゃったりしたのかな。でもだったらメイドのアンだけ先に家に呼び戻されることはないと思うのだけれど。ところでカタリナ様はどうしてこんなところに？それはもちろん土作りよ。土作り？土作り？ええ、しばらくの間学園を離れるでしょ。だから新学期が始まったらすぐに種まきするために春に向けた土作りをしていたの。それで一段落したからここで休憩していたんだけど、でも天気も良かったからかしら、そのままついうたた寝をしてしまったみたい。きっと疲れが出たのですわ。荷造りも自分でなさっていますし。ああ、確かに帰省の荷造りには手間取っていた。いつもならアンがやってくれるのだけれど、そのアンがいないからだ。アン、でも本当ならアンというのが、うん、カタリナのなんかメイドさん。メイドさん、そう、メイドさんもいるのか。そっか、令嬢だもんね。そうそうそう。2年生の卒業式や修了式もありましたし、きっと疲れが溜まっているんですわ。もうお部屋でお休みになられたらいかがでしょう。それもそうね。明日に備えてもう休むことにするわ。素直にうなずくとソフィアはほっとしたようだった。本当は私もお部屋までお見送りしたいのですけれど、実はもう馬車が待っていて。そんなにギリギリだったのね。大丈夫よ、ちゃんと部屋に戻るから。はい、それではお先に失礼しますわ。ええ、また春休み明けにね。ソフィアはしばらく名残惜しそうに私を見ていたけれど、私が笑顔で手を振ると休んでくださいねと念を押して歩いていった。ずいぶん暖かくなってきたから外で寝ても平気なのに、あんなに心配してくれるなんて、やっぱりソフィアはいい子だ。可愛くて素敵な友達を持てて、やっぱり私は幸せ者ね。いい子だ。ファンがいないから予備のお菓子がどこにあるのかわからない。カタリナ様、お菓子はここにあるので計画的に食べてくださいねとアンは言ってくれていたのだけれど、初日のうちにお腹に収まってしまった。あ、キース。キースって、あー、この子か。お、姉さん、どう、この声、うん、めっちゃいい声。めっちゃいい声ですね。どういう性格なのか。あ、あ、そ、あ、まさかまた拾い食いしようとしてたの。拾い食いじゃなくて、食べられる身が中庭にないか探していただけよ。それは拾い食いっていいんだよ、姉さん。そもそもそんな食べられそうな身がなる気は中庭にないよ。
宝石令嬢は木から実をもぎ取らないものらしい。箱入り娘もなかなか大変だ。アンが家に帰るときにもしもの時のためにって預けてくれたお菓子があるけど、声が食べる、お菓子が、声が少しだけだよ。だって待って、キースっていくつだったっけな。でも10代よ。10代高校ん、ね、いつ卒業した。そっか、高校2年生ってカタリナが言ってたもんな。そうそう、で1個下とかじゃなかったっけ。はぁ、15、6。そう、なんかそんくらいだったよ。見えないよ。渋いよ、ね、渋い。話ってどうしたの。あのね、姉さん、頬張りながら喋っちゃダメって。いや、こんな話をしている場合じゃないか。実は母さんと父さんから手紙が数日前に届いていたんだけれど、少し前から風が暗いすけで流行ってるみたいなんだ。風？その風は随分と立ちが悪く、かかった両親は共にノックアウト。使用人も軒並みダウンしてしまい、人手が足りなくなった。というわけでアンが春休みを待たずに呼び戻されていたらしい。どうして教えてくれなかったのよ。そうと分かっていれば私もアンと一緒に帰ってみんなの看病をしたのに。鼻息荒くケースに詰め寄ると彼は引き気味になりつつ首を横に振った。違うよ姉さん、父さんが言わないでほしいって言っていたんだ。何でも無用な心配をかけたくないし、知らせたら誰が止めてもカタリナは帰ってきてしまいそうだから言わないでくれとお父様からの手紙にあったらしい。なんで。父さんたちも移すわけにはいかないと思ったんじゃないかな。そういうわけで春休み初日から家に帰る予定が先送りになったところにつながるわけなんだけど。言いにくそうなキースのその様子に悪い予感が浮かんできた。まさか破滅フラグを回避したのは間違いで、今度はクラエスケ全員が全滅とか。私はフォーチュンラバーをコンプリートできていない。知らないルートがあってもおかしくなかった。いやそれは嫌すぎる。やっぱり早く帰らなきゃ。勢い余って走り出そうとした私の腕をキースが慌てて掴む。姉さん待って、みんな解放に向かってるって。かわいい。キースとカタリナ同い年だった。同い年。16歳。本当？出来上がりすぎてる。本当だよ。これで16歳。そうみたい。だからとにかく家のことは心配なさそうなんだけど。同い年なのに姉さんなんだね。当家で流行っている風は収束しつつあり、皆も解放に向かっているが、実は明日からしばらくの期間、重要な社交の予定がいくつか控えているのだ。しかし回復の度合いから顔を出せそうにない。とはいえソルシエ王国のクラエス公爵家として出席しないわけにはいかないので、命題としてキースに出席お願いしたい。ルイジ・クラエス。キースがお父様の命題に。命題。しばらくの期間と春休み一杯みたいだけれど。え？え？春休み中は学園の寮に一人でいるってこと？そんなアンもキースもいないなんて。お菓子も全部食べちゃった後なのに、いつもお菓子を作ってくれるマリアもいないのに。春休み中どうやってお菓子を調達すればいいの？お母様お小遣いって。あれ？解放に向かってるなら家に帰っても大丈夫よね。むしろ帰って看病の手伝いをした方が。姉さん、はあ、にはまだ続きがあるな。声が。今度はお母様の手紙。キースへ。カタリナを一人学園置いておくのは、それはそれで畑を作った前科もあるので。前科。春休みで人目の少ない中、何かをしでかすのではないかと非常に不安です。あなたがそばで目を光らせてくれる方がまだ安心ですから、面倒をかけますがカタリナも連れて行ってください。副食品の荷や次女など臨時の世話係はこちらで手配します。くれぐれもおとなしくしているように羽目を外すんじゃありませんよ。キースの言うことはよく聞きなさい。それと3枚目に具体的な注意事項をまとめておいたので、しっかり目を通しておくように。拾い食いしてはいけません。大口で料理を食べないこと。くれぐれも一人で行動しないこと。それで。ねえキース、明日からの重要な社交って？なあ、それはね。何ですか？なんだ？翌日。馬車。豪華客船の旅が待ってたなんて。ライスベルダー
公爵主催のお披露目会。初めての海だわ。海といったら魚介よ。きっと新鮮で美味しいお刺身が食べられ、この子はあのいっぱい食べる子なんですか。そうそうそう、なるほど。姉さん、声が漏れてるよ。ボトル、いや、そうなのかな。いくらも捨てがたい。聞こえてないみたいだね。あら、もしかして声に出ていた。うん、思い切りね。それより姉さん、今回はクイード王国とソルシエとの国交に関わる社交の場だって分かってるよね。クイード王国？まさか昨日話したこと覚えてないの？クイード王国自体は知ってるよね。確か発明大国って言われてるあのクイード王国だね。別の大陸にあるの？そう、そのクイード国の最初とソルシエのヴェルダー公爵が共同で作った船が今回僕たちの乗る船なんだ。クイード王国の造船技術は高くて、今までクイード国で作ってきた船も十分すごいんだけど、今回ソルシエと共同で開発することで魔法技術も取り入れた。世界でも最大級の帆船を実現させたんだ。これを機に今まであまり交流のなかったクイードとソルシエ両国の親交を深めるという目的もあるんだけど、姉さん、分かってる？分かってない、絶対。それなら大丈夫、分かってんかい。もちろん分かってるわ。安心してちょうだい、キース。本当に分かってるの？確かにお刺身、干物もあるかしらね。そんなあるか。サキス、降りるわよ。待って姉さん、母さんの言いつけは忘れてないよね。もちろん忘れてないわよ。内容は何だった？キースター、まあ、そう、チャラ男設定全然違うじゃん。あー、ゲームだとね。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、仲良くなった。このチャラ男も見てみたかったな。知らない。とにかくおしとやかに大口で料理を食べない、問題を起こさない、それと食べ過ぎ厳禁。キヨ、ちゃんと控えめに食べるから。姉さんの控えめは全然控えめじゃないんだよ。いつも食べ過ぎてお腹壊してるじゃないか。料理は山盛り禁止。デザートは1種類につき1個までにしてよ。今回は国交が関わる会なんだからね。母さんにちゃんと報告するから。そんな、キーズー、かわいい。ほら、おー、かっこいい。豪華ですね。え、すごい。すごい。ちゃんと。あら。あ、私の推しだ。シルボ。かわいい。かわいい。あ、みんな声優。この辺全然わかんないわ。ゲームのあれなのかな。ああ、何、気になる。かっこいいやつだ。あ、いい。あら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 、かわいい。あらあら、あら、あ、いいですね。あ、いいですよ、いいですよ。おお、かわいい。あ、パッケージの、あ、買った今でしたね。おお、すごい豪華だ。おお、素晴
晴らしい素晴らしい楽しみだな。そうなのかー、え、好きじゃん